ご視聴ありがとうございます。今回はですね、フィギュア開封なんですが、個人的にだとかなり珍しいカテゴリーになります。こちらです。はい、一番くじです。一番くじゴジラ VS コングのですね、 A 賞ソグビックスゴジラ、これをですね今回開封していきたいと思います。で、あまりうまくいかないかもしれないんですが、よかったら見ていてください。はい、では開けていきましょう。これですね、私の友人が当てたものなんですが、開封動画撮ってみないかということで一時的にお借りしました。頑張ってやっていきたいと思います。で、このくじなんですが、1回900円、かなりきついくじみたいですね。で、なんか今回金曜開催でしたね。いつも土曜日なんですが、多分映画ゴジラ VS コングの公開に合わせて感じだと思うんですよね。はい、中身ですが、まあさすがにまるっと本体だけみたいですね。パーツが分かれてるとかではなさそうです。はい、というわけで完成です。置いただけなので完成も何もないですけどね。はい、ではまずいろんな方面から全体を見ていきたいと思います。角度によっては尻尾まで映しきるにはだいぶ遠くなっちゃいますね。いやー、こういう系は本当初めてなので難しいですね。ではちょっと近めからもやってみましょう。これくらい近づけば少しは造形の細かさとか雰囲気伝わりますかね。はい、では回しながらも見ていきたいと思います。っていうのをいつもやってるんですが、これもどうなんでしょうね。肌って言っていいんですかね、細かい塗装ですとか造形っていうのがまあ売りなんでしょうけど、これだといまいち分かりませんかね。やっぱりいつもと同じ感じじゃ、ちょっとダメそうですね。はい、では近めからも撮ってみます。こんな感じです。で、すいません、私全然詳しくないんですが、これってゴジラ VS コングのゴジラってことですかね。ラストマンションの空張りみたいな方なんですが、あれ説明見るとキングオブモンスターズってなってますね。ということで、これもそうなんですかね。本当すいません。こんな喋りしてたら好きな方に怒られちゃいますよね。いや、申し訳ないです。ぜひ教えていただけたら嬉しいです。で、まあ、私も一応、造形師の坂井雄二さんだけは知ってるんですよ。むしろ坂井さん以外わからないんですが、エクスプラスさんから東方30センチシリーズって言うんでしたっけ、出てますけど、あれってすごいですよね。ワンフェスなんかでも毎回限定版なんて売ってたりもしますし、あと確かサインなんかもいただける時とかがあったんですよね。ファンにとってはこれたまらないですよね。まあ私もちょっと興味あって覗いたことあるんですが、全然普通に売り切れて買いませんでした。でも今後はですね、ちょっとワンフェスイベントとかでも、しっかり見ていきたいななんて思ってます。はい、では画像でもですね、見てみましょう。でも毎回やってるんですが、普通のフィギュアだと、お顔が似てる似てないみたいなこともやってますが、すいません、これだともうちょっとわからないですね。ですので、もう本当ただただ造形と塗装の素晴らしさを目でご確認していただけたらと思います。やっぱりいいですよね、こういったフィギュアも。こういう系人気っていうのはもう本当にわかります。撮ってたらもう普通に私でも欲しくなりますもん。でもここは踏み込める領域ではないので、そうですね、もうちょっと勉強していけたら、少しはゴジラ関連の何かどうかっていうのもできないかってやってみたいですね。いや、でも本当今回魅力的なフィギュアです。ソフビを感じないですもんね。いやー、これ、すごい造形ですね。で、素人目線で見た感想で気になったのが、分割の線とか結構わかりやすく見えてしまうんだなーっての
感じましたね。で、あと今回足がですね、なんかちょっと浮くんですよね。これって個体差とかそういう感じなんですかね。少し違和感ありました。あと製造工程が違うためですかね。個体差とかになるんですかね。部分によってはこれだけ分割部分の色味がはっきり分かれちゃうんですね。うん、これなんかちょっとだけ残念かなって思いました。まあでも全体がすごいので気にならないですけどね。まあということで、あまりもうのめり込まないようにします。これ以上欲しくなるとやばいのでこれくらいにしたいと思います。はい、ではこれもまあいつも通りなんですが、いい感じに撮れないかやってみたものをですね数枚載せて終わりにしたいと思います。でもどんな角度で撮ったりがいいんですかね。ちょっとわからなかったですね。難しいです。やっぱり巨大怪獣的なことを考えると少し下目からとかがやっぱりいい感じですかね。あと影のつけ方、照明とかもどうすればいいのかいまいちわからなく、やっぱり難しいなって感じましたね。少しでも雰囲気出てたら幸いです。あとですね、ちょっと今回赤い照明なんかも入れて、やばい雰囲気みたいなのを出してみました。これなんか個人的にちょっと気に入ってます。まあでもあまりダメ出しはしないでください。へこんじゃうんで控えめでお願いします。本当にかっこいいですゴジラ。いやこれはファンが多いのも納得ですよね。ということで今回ですね、せっかく撮らせていただきましたので、近いうち本当にゴジラ VS コング見ていきたいと思います。いやこんな素晴らしい機会いただき本当にありがとうございました。はい、ということで以上になります。今回は一番くじゴジラ VS コング A 賞ソフビックスゴジラ借りてみた、そして開けてみた撮ってみたでした。いかがでしたでしょうか。かなり前ですけど新ゴジラの時も同じ酒井さん造形の A 賞ソフビっていうのもあったみたいですよね。それもこんな感じだったんですかね。でソフビックスってライダーとかで結構出てるみたいですね。なんか超巨大超精巧がコンセプトっていう風に書いてますね。まあ本当その名の通り大きくそしてすごいクオリティのソフビでした。ソフビに関しても詳しくないのでもう本当ろくな感想は言えないんですが本当にいいフィギュアだと思いました。はい、そんな感じですかね。ではそろそろこの辺で終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。この動画少しでも面白いと思っていただけましたら高評価ですとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。